デベタ式高原。大変珍しいデベタ式高原の鳥瞰図を見れば、どうしてこちらは数の多い自然の奇跡についての伝説があるのかということについて想像がつきます。どちらを見ても坂を覆った木の緑の樹冠が見られます。空高くから見れば柔らかく折った気がしますが、実は下層土はブルガリアの最も大きい洞窟群に切り分けられています。こちらはほとんどの地上と地下のカルスト地形が見られます。渦、空洞、沼地、深淵と洞窟などがあります。こちらの自然の奇跡、群れと童話に出てくるかのような滝を隠している森の坂の広いフィールドと草原。このドラマチックな地形については素晴らしいということができるでしょう。トレイルはそちらへと誘導しています。トレイルが森に入るのを想像してみてください。木の間に印象的な古代の遺跡の石壁が見えてきます。この自然の魔法的に見える原因は何なのかご存知ですか？理由は坂の柔らかい形、新鮮な自然の自由、暖かいそよ風、オサム川の穏やかで綺麗な流れです。オサム川はこちらで滑らかに曲がり、その遠い道へと続いていきます。地元の人のおもてなしとその美味しそうな料理もそうですが、